うして。この音は一体、ミスター・クロリク？ミスター・ユリアン？待って、動物の声が聞こえたけど、何か現れたの？エニセ、状況を教えてくれる？そのミスター・ユリアンたちが突然縞模様の馬になってしまって。すみません、こんな動物私も画集でしか見たことがなくて。見た目は普通の馬より小柄で、ロバよりは大きく背が高く、背中に黄色い縞模様があります。もしかしたら温帯草原特有の動物かしら。本当にミスター・ユリアンたちが馬になったの？私が葛藤して何かしたわけでもないし、あなたも何もしてないはず。それにアルカナムの気配は一切感じなかった。すみません、私にも何が何やら。私たちがやったのでなければ、ここには他に人がいるはずよ。私から離れないで。猛禽類ね。翼の振り幅が激しい、スピードが速い証拠よ。ミスター・ユリアンたちを守らないと。きっとあの鳥の目的も彼らだから。そうだ、火打ち石を持ってきて。タンブルウィードを燃やして追い払うの。待ってください、あれはただの鳥ではありません。翼が生えた人？それに近づく気配はないようですが。あれは、この体に人の顔を持つ動物。え？何？よく聞こえないわ。あれは鳥ではなく、翼の生えた人だと思います。人？人面獣ってこと？この音色もそれの仕業なの？はい。楽曲を演奏し、人の顔と翼を持つ生物といえば、
天使？冗談でしょ。そもそも天使が吹くのは角笛です。あれはワンドのような何かの楽器のような。ミス、私。落ち着きなさい。その生物とワンドの詳細を教えてくれる？人の頭で服を着てて薄汚れてて、でも両手の部分は黒い猛禽類の翼が生えてて、まるで巨大な鳥類みたいな。ワンドは見たこともないもので。それを手で掴むのではなく、宙に浮かせた状態で音を鳴らしてるようです。ワンドはともかく、今の内容から察するとハルピュイアのようね。ですが羽の色も生息する環境も本の記述とは全く異なります。落ち着いて。きっと操られているのよ。ハルピュイアに行動を制御する力があるのかはわからないけど。とりあえず祈りましょう。彼らが食べられませんようにとかですか。このまま何もしないなんて。違うわ。彼らは意志を操られているだけだと祈るのよ。ね、そうね。早く追いついて術者を止めましょう。あなたは先に。わかりました。先に追いかけます。あなたは私の足音を追ってきてください。止まりなさい。あなた、一体何をするつもり？答えなさい。それだ。ここに。何じゃの求むものは何？え？ゆえに、それ。彼が話しているの？それとも、
歌っているの？まるで青年のような声ね。はい、彼はおそらくハルピュイアではないでしょう。話しているようですが、トーンがどうもおかしいと言いますか。こんな言語、今まで聞いたこともありません。執着したとて、善とは闇ぞ。それ以上、進むなかろう。あなたと一緒にいたいと犬は志願しています。王様の名に氷河よ、剣がうめいておる。獲物、なかなかだな。増水の時期よ。増水の時期よ。運命の流転が定められたことで気にかけることはありません。ためらいはせぬ。警告、警告。最速のスピードで現場から逃走中。さっきからお高く止まってるあなたもそうよ。話せるんでしょ。何を言っているかはわからないけど、彼らを食べるつもりならやめた方がいいわよ。馬肉って生臭いんだから。攻撃の気配なんて何も。あれ？
私は大丈夫。どうやら攻撃ではないようね。何時らが求むもの、この地に足を踏み入れ、川の水を飲んだ瞬間より、何時らとの縁は断たれた。この剣は、指導が受け持つ。それ以上、追うべからず。何を言って、あれ待って、あなたの言ってることがわかるかも。でもどういうこと、もしかして幻聴。ミス、あなたは。ええ、聞こえているわ。幻聴ではないはずよ。なんてこと、彼はいくつもの言語を話せるのでしょうか。それとも瞬時に私たちの言葉を学ぶ能力が。さっきの攻撃、おそらく彼のアルカナムよ。アルカナムの気配を感じた。もしかしたら意思疎通を可能にする類の術なのかもしれないわ。推測無用され、元いた場所へ。嫌よ。彼らを元に戻しなさい。去るかどうかは私たちが決めること。あなたには関係ないわ。我がしたことではない。あなたは泊まり、私たちとの意思疎通を可能にした。つまり交渉を選んだわ。川の水を飲んだからって言ってたけど、それって私たちがさっき通ってきたあの川のこと。それに彼らは私たちの仲間よ。指導へ連れて行くというのなら、それがどこかを知る必要があるわ。それとあなた一体何者なの。答えられることはない。じゃあ何なら答えられるの。師匠五教、思想風水、天地神秘。何それ。無論開枠道、エニセイ、質問の仕方を変えてみましょう。でも何かを聞き出すか、もしくは時間を稼がないと。彼を返すわけにはいきません。このままではミスターユリアンたちが連れて行かれてしまいます。でも私たちの質問に答えるつもりはないみたいだし。例えば物資と仲間たちを交換するのはどう？彼らを連れて行くのはミスターユリアンたちの身が彼の欲しいものに近いからなのかもしれないわ。食料？じゃあ。問うことなければ寮にここに留まるべし。そう、我欲するもの遠方にありて、知らずんば追うべからず。
飛んでいってしまいました。私、何か間違ったことを言ってしまったかしら。あなたのせいではありません。どう見てもあいつが気まぐれなだけです。まだ歩けますか？早く追いつかないと。